離せ。あ、おい、何をする。やめろ。ここから目をそらすんです、父上。おい、レクシア、なんだその。お前の魔力暴走に巻き込まれたせいでこんな姿になったんだよな。なっちまった。俺の体はレクシアの膨大な魔力を浴びたおかげで、には自分自身の体に対する破壊行動によってでしかその衝動が抑えられず。知っていたはずだ、俺の苦しみを。なのに助けてくれなかった。その結果が隔離ですか。城から隔離されたことで今度はレクシア、お前に対する破壊衝動が抑えられなくなった。さあ、これ以上生きていてもしょうがない。スパッと殺してもらおうか。その少しやってみたいことがあるんです。ユウヤ様。ユウヤ。なんだその手に持っているものは。やめろ、何をする。なんだ。レーガー様、そのお顔は。そんな、ありえない。その傷が原因なら手持ちの回復薬、その感知層って言うんですが、どうでしょうか。はぁ。そういえば感知層の説明に伝説級に見つからないって書いてあったな。そんな貴重なものを世の息子のために使ってくれ。